野本一郎の対決というのは92年9月21日グリーンスタジアムで代打で、その時はまだ鈴木という名前でした、一郎が野茂に三振を奪われました。それで野茂がその試合で日本での通算50勝目を挙げたというゲームでした。そして93年6月12日新潟長岡で4打席目に打った当たりがライトオーバーのホームラン、これが一郎のプロ入り初ホームランです。今2回目のノーヒッターが4月の4日のボルティモアオリオールズ戦で行われたというふうに書いております。今日は吉本さんは3回目のノーヒッターを期待すると、はい、ね、これは日本からのツアー客もかなり行っているみたいですね。このお客さんもでも今日は複雑でしょう。どちらを応援したか分かんないんじゃないですか、はい、両方応援します。歓声がすごいですよね、えこの一郎鈴木のアナウンス、ホームのセーフコフィールドですっかりこれ定着したような感じです。さあ吉本さん、1球目はストレートじゃないかとおっしゃってましたね。どうでしょうか、はい、最後の対決が94年7月15日その時には最後の対決はショートゴロ、13打数4安打という日本の対戦成績。それから7年経って2人の対決です。初球は見てきた、ワンストライクノーボール。早いテンポでもう2球目のサインの交換をします。野本バリテック、打ってきた、セカンド正面、スタインズさばいてワンアウト。さあ最初はストレートを打ってセカンドゴロ、これが日本での対戦成績13-4、1ホームラン。またまっすぐできました。長谷川と4月13日日本人のピッチャーバッター初の対決をしました。一郎先発投手対スタメンというのはこれ初めてになります。今初めて変化球投げましたが、ちょっとフォークのようなボールでしたけどね。ワンストライクワンボール、空振り。今はバットの上を通過しましたか、ボールが。そうですね、今のはなんか変化球に山を張りましたかね。今90マイル、145キロ、91マイルですね、146キロから7キロ。インコースをついてきました。先ほどの空振りしたボールよりは今の方が力を入れましたのもね、やっぱり打ち取ってやるんだ、三振取るんだというそんな気持ちがあったんでしょう。ドリームマッチ2回目、最初はセカンドゴロ、やはりまっすぐできてますね。2ストライク1ボール、ここで変化球だ、バットに当てた、しかし伸びていきません。センターエバレット、3アウト。野も3回まで相手にヒットを許していません。奪った三振は2つ。一郎の2打席が終わりました。実は私昨日一郎選手の愛工大名電高校時代の監督 の中村前監督に話をしたんですけども、野茂から打ったホームランの時というのは覚えてますかと聞いたら、あの時電話がかかってきたそうなんですね。やはり嬉しかったですと。その時はまだ一郎ではなく鈴木という、登録名で出ていたんですが、しかしそれより覚えているのはそれからしばらくして2軍に落とされましたという泣きながら電話がかかってきた、泣きながら、ということらしいんですね。でそのことの方が印象に残っているんだけれども、1軍半の選手はいけないからとしっかり力をつけなさいと言って翌年あの200本以上本、ヒットを打った年になったんですね。じゃあやっぱりその悔しさが非常にバネになったんじゃないでしょうかね、やっぱりね、プロで成功する人っていうのは負けん気が強いんですよ、じゃないとダメなんですよね。彼が出てくる、だからよく先発ピッチャーは言うんですよ、5回と7回と9回、これが非常に大変な回なんですよね。5回は勝てる、7回は疲れが出てくる、9回はこれで終わりたいという。3回目の対決は初球ファウル。イチローのですね、得点圏打率というのがあります。これ得点圏にランナーがいるときにイチロー選手がどのぐらいの打率でヒットを打つのか、5割2分4厘です。高いですね、はい、2回に1回以上は打っている。
その得点圏の場面です。2アウトランナーが2塁、1ストライクノーボール、1対1同点。ここで高め2つ、今90マイルは145キロ。今日の最初のバッターボックスがセカンドゴロストレート、そして2回目は落ちる球でした、センターフライ、これも落とした、いい感じで落ちてきてます。これで2ストライク1ボール。今のはイチローはストレートの山張ってましたよ、ずっとストレートでしたからね。イチローコールのセーフコフィールド、4万人を超える観衆です。背中にまともにぶつかりました。そしてイチローはこのまあまともですよ、あのねこれはね痛いというよりもね息が詰まるんです。あ、ね、あ深呼吸してますね。痛みというのはそれは痛いですよ、はい、だけどそんなに痛いっていうんじゃなくて、あの息ができなくなるんですよ。まあ、それをこらえてるというか、でもこれでメジャーでやってるってことは分かったでしょ、はい、何かというとね、野茂は帽子取って謝らなかったですよ。そうですよね、日本じゃ謝るんですよ。平然とした顔をしましたよね。これがメジャーだなという。野茂は、はい、長谷川が行った時に謝りましたよね。あの時にバッターを怒って追いかけてきましたよ。あ、謝るんだったら当てるんだと。はもう一回ご覧いただきましょう。まともに来ました、背中ですよね。真ん中、まあ、ど真ん中ですよね、背骨の方でしょ。これで2アウトランナーは1塁2塁になっていますが、この音、イチローはこれメジャーに来て公式戦では初めてのデッドボールになりますね。現地の午後7時次に試合が始まりました。1回の裏、その7年ぶりの対決がやってきましたが、2球目を打ってセカンドゴロ、野本シーリー2回まで両者無失点でした。そして3回の表、8番のファーストドーバックが、これがね、あとどうです、10センチ横でしたらホームラン入ってましたね、斜めにというスリーベースヒットでノーアウトランナー3塁。そして9番のショートランシングを迎えますが、ここで、まあ、ちょっと抗議もありました。センターへの犠牲フライを打ち上げます。センター今日はキャメロン休みで、ハビエアバックホームを諦めて1点先制レッドソックスです。そして野本一郎の2回目合わせましたよね、センターフライ、だから打球伸びませんでした、手首返らなかったですよね、はい、4回です。この回先頭の2番のレフトのマクレモアがライトオーバー、これが野本が打たれた実は最初のヒットでした。この回どうだったんでしょうね、ちょっと高めに浮いたところがあったんですよ。そしてエドワー・マルティネスが打ちます。ノーアウト三塁からタイムリーツーベースヒット、マクレモアが帰って1対1。そして野本一郎5回、ツーアウトランナー二塁からチャンスが膨らんで満塁、満塁からまたエドワー・マルティネス、2点を返しまして、マルティネス今日打点3、さすが去年の打点王。さあこれで3対1と点差が広がっていきました。イチローの7回です。今日4回目のバッターボックスはデレクローから打ちましたタイムリースリーベースヒット、センターのエバレットが追いかけますがグラブのわずかに先でした。今シーズン2本目のヒットでこれで9試合連続安打。さらにマクレモアのセカンドへの当たりをセカンドが後ろに反らしてこれがエラー、イチローホームを踏んで今日イチロー得点2。佐々木の出番は今日はありませんでした。先発シーリーからネルソン・ローズ。8年前当時鈴木の登録名だったイチローの記念すべきプロ初アーチは尊敬する野茂英雄から。時と海を越えメジャーで再び実現した夢の対決、野茂対イチロー。
その第一打席、野茂はあえて力勝負にこだわります。145キロのストレートでセカンドゴロ。第二打席も渾身のストレートでイチローから空振りを奪い、最後はフォーク。イチローにとって決して相性の悪い相手ではありませんが、ノーヒッター野茂が先輩の貫禄を示します。そして1対1の同点で迎えた3度目の対決は、背中直撃のイチローは一瞬息ができず崩れ落ちます。幸い大事には至りませんでしたが、このデッドボールで野茂の心理に微妙な狂いが生じます。この後満塁とピンチを広げ、マリナーズの主砲マルチネスにタイムリー。二塁からイチローもホームへ帰り、マリナーズが3対1と勝ち越します。野茂は6回途中4失点で結局負け投手となりました。イチローはピッチャーの代わった4打席目にタイムリースリーベースを放ち、連続試合ヒットを9と伸ばします。野茂からヒットこそ打てませんでしたが、野茂さんはあくまで敵と言い切ったイチロー。今後も2人の対決に注目です。まあ、イチローと対戦するのも楽しみでしたし、マリナーズにも勝ちたかったですし、まあ、友達なんて言っていいんでしょうね別に仲は悪くないと思いますけど